2013年の5月だったかな、4月か、あるお方のご尽力によって、この本に書いておりますが、福島第一原発に入ることができたんです。1週間から10日取材に福島に行きます。そうするとですね、帰ってきてから、異様な疲労を感じるんですよ。それがね、どんな疲労かというと、大げさに言いますとね、誰かが僕の背骨を掴んで、地べたに引きずり込むような感じなんですよ。単に背中が重いとかそういうんじゃないの。地面に引きずり込まれるような疲労を感じるんですよ。で、福島から帰って、まあ、3週間も経ちゃ、その感じになるなるんですよね。で、福島に行って帰ってくると、またすごく疲労する。それは歩き回りますし、写真も撮ってもらうから、そういうのに肉体的に疲労もあると思うんですけども、そのような肉体的に疲労というのは私は何度もいろんな疲れるような場面というのを経験したことがあります。そして第一原発、福島第一原発を取材して回る機会を与えられて行って帰ってきました。そして帰ってきてから3日くらい、2、3日経ってからだと思うんですが、食事の時に鼻がムズムズしたんですよ。なんか鼻が変なムズムズと思って、指をバテたらダラダラーっと出てきたんです。こういうふうに漫画に描いたように。で、次の夜夜中の2時ぐらいにまたなんかムズムズとするんです。で、また触ってみたら出てる。で、その時は2度目でしたが、さすがにもう慌てずに枕元にあったティッシュを押し当ててじっとしてました。で、それはですね、何日も続くんですよ。何回も。で、おかしいなと思ってたんです。で、取材の最後に、ここにもおられますが、井戸川さんに取材に行ったんです。で、井戸川さんとお話をしているうちに、実は、井戸川さんの方から口を切ったんだ。鼻血出ませんでしたかって、僕におっしゃったんです。で、僕は出ました。それからすごく疲労感感じて、みんなそうなんですよって井戸川さんおっしゃる。私たち取材の時に、私の案内をしてくださる方がいるんです。その人は民族学専門で、何でもよく知っている人で、東北については何でもよく知っている方なんです。で、その方が、その話をしたら、狩屋さんもって言うんですよ。どうしたの？と。僕は君たちのために先行取材し、あちこち回ってるから、福島に長い。だから、鼻血がすごかった。そしたら、一緒にいたカメラマンの方が、あ、僕も今までそんなことなかったんだけど、鼻かむと血が出るようになりました。みんな出るんだ。で、そこにちょうど岐阜の、医学研究所の松井英介先生がおられまして、松井先生が、それ出ますよって簡単におっしゃって、いろいろ説明してきました。お久しぶりです。はい、しばらくでございます。お元気ですか？いや、疲れやすいですね。同じは？いや、出てますよ。出てる？はい。まだ出てるんですか？出てますね。どのくらい？1日半、あるいは2日に1遍でしょうかね。周りにもそういう方がいらっしゃるんでしょう？はい、いますし、最近になってですね、最初の頃、先生と鼻血の問題、漫画で騒がれた頃、町民から、おら出たことねって言われてたんですけど、いや、最近になったら出たわ、町長って。まあ、町長でないんだけど、町長ってね、うん、そういう町にいますよ。それはそうですよ。だから、今頃になってね、いろいろ症状出てくるんだけど。今度の福島の事故で、まあ、本当に250キロ圏内の人たちは被爆してるんですよ。で、皆さんニコニコして聞いてる、まあ、顔を見てますけど、東海原発で何かあったら250キロのエリアを考えてみてください。ニコニコしていられないんですよ。浜岡でもニコニコしていられないんですよ。皆さんどこに逃げますか？それも考えておかないといけないんですよ。私たちのこの姿を見て、ああかわいそうだ、あの人たちかわいそうだって思ってくれること自体が、皆さんちょっと自分を忘れてませんかって、私は警告を出したいと思います。